どうも皆さん、ペペシペです。やあやあ、マリサだぜ。今回は低ランクカッチカチ装甲シャーマンの HVSS を使っていくぜ。でも前回の M24 で側面からワンパンしてなかったっけ？あれは HVSS ノリの恥さらしよ。我らの HVSS の使い方は敵を圧倒し粉砕するのじゃ。あ、はい、火力と装甲でゴリ押しですね、わかります。まあそうとも言うけど、それができるのがトップマッチノリという悲しみ。ってことで、今回も空日と分隊組んでおります。てかシャーマンなのに 2.7 マッチって結構エグいよな。そうねー、普通のシャーマンより車体正面装甲も硬くて、100ミリ間隔超えている榴弾を撃てるのはさすがに強すぎるかな。ただ欠点がリロード速度が最速にしても10秒ってのと、砲塔旋回がバカ遅すぎて泣ける。ぶっちゃけ砲塔を回すより、圧倒的に車体を回した方が早いっていうね。3突 G 型使った方がいいような気がするのは私だけだろうか。確かにそうだけど。でもこのシャーマンって M4A3 だから、回収してあるシャーマンってことですよね。なんで初期 M4 が BR3.3 なのに回収したシャーマンが 2.7 なんだよ。本当それだわ。でもおかげで初期のアメリカはかなり進めやすいからいいとは思いますね。その代わり BR7.7 は地獄だけどな。あちょ、野良がいきなり煙幕巻き始めた。じゃけん？私も煙幕巻き散らかしちゃいましょうねー。お、煙幕外悪分隊の再来か。あの前が見えないんだけど。なもん直線なんだからいけるだろ。むちゃくちゃすぎんよ。正面の敵にバレたし一旦退避するかの。煙幕巻き散らして後ろの味方になすりつけるペペシュニキさすがったない。その害がもろ私に来ているのですが、それは。大丈夫大丈夫、トップマッチなんだし。その満身がやられるようなことになるんだろうな。とりあえず、煙幕晴れてくれませんかね。あちょちょちょ、前に味方がおった。トップマッチならお前がさっさと前に出ろよ。ほら、曲がったところを運よく側面撃たれたら嫌だし。さ、じゃけん、私の日課でホイホイになってくださいね。ほら、他の味方まで立ち往生してるじゃねえか。みんなも煙幕を待つときは注意しようね。てめえがやったんだろ。あ。と思ったら煙幕晴れてきたっていうね。よしよし、野良の味方を壁にして進んじゃいましょうね。マジでゲスだな。前の味方がやられれば相手の車両もわかるじゃろ。味方はセンターってことがはっきりわかるね。あ、やって煙幕抜けちゃった。と思ったら敵は T50 か。このラインで ZIS30 とかいられたらちょっと厄介でしたね。だな。草張って土砂に隠れたらマジで見分けつかないしな。おっと、もう一両いたのか。だがこの HVSS シャーマンの前では無力。さっきまで側面撃たれることビビっていた奴が撃てるかよ。さて、正面の敵は片付いたし前出ちゃいます。公園側の味方も前に出てるし、こっち側も前進しないと敵が流れてきそうだしな。敵片付いたと思ったら奥の Y 字路にまだイタリア車両が2両ほどいますね。こっちからは見えないから機銃探査機ペッペペペイ。反応ないから左側に寄っているのかな。それなら空気に対処してもらえば良さそうだな。敵もこっち警戒しちゃって隠れちゃいましたね。ならこのまま前進して側面から敵を攻撃するかな。正面の敵かを出すかなと思ったけど出さねえか。側面を取れないこのラインじゃ顔も出したくないだろうな。出てきてくれれば。私のキルレが上がってハッピーなんだけどな。それは右に同じですね。てかもう運キルしているんだから分けてくださいよ。砲撃支援でこっち出てこないかな。強制的に出させるつもりか。出てこなくても当たればこのランク帯なら被害かキルは取れるしな。じゃけん、私も砲撃支援で支援しちゃいますね。砲撃支援を砲撃支援で支援って新しいな。マリサ悪いけど日本語使ってくれる。お前らが言わしめたんじゃねえか。そして出てくるどころか引っ込んじゃった件について。まあ妥当な行動だし仕方ないね。さて、左のラインに敵は溜まっているかな。3拠点制ならよく溜まっているポイントだな。味方も公園内までしか進行してないんでワンチャンいそうですね。こんちゃマルダー君。おっと、Y 字路の敵が動き始めたっぽいですよ。 OK、 なら正面オフスオフスして蹂躙してあげちゃいましょうね。と言ってもこのライン結構敵が通るから注意だな。そうね、大丈夫だと思ったら側面撃たれたりするからね。と言っても注目は公園の味方だろうですし、こっちはすっかってに裏取り蹂躙安定ですわ。ちょっと心配だからチラッチラ。なんか大丈夫そうだから進んじゃうか。さて、そこの左にいた敵はいますかな。引いたんだから右側の土砂裏にいそうだけどね。おいっですね、ならこのまま前進していくだけや。 Y 字路の敵が裏取りしてくる可能性もあるんでね。その時は公園の味方が見てくれるでしょ。撃てなくてもマップに注意喚起ぐらいはしてくれそうですよし。と、土砂裏に隠れていましたね。これこれ、105ミリの榴弾はいかが。ワンチャン突っ込んで側面取ってくるかもしれないから後ろで待機してよ。そこを美味しくいただくんですね。わかります。分隊を生贄にキルをいただくぜ。ってことですか。キルは分隊の命よりも重いんだ。お前の命もキル以下ってことだけどな。え、なんで燃えた。攻撃支援当たったんかな。後ろに SU76 いるじゃねえか。ぬおー、旋回だー。間に合うのか、コフン。ペペシュニキ、そいつ倒しておくんで安らかに眠ってください。餌にしようとしたら餌にされていた件について。
ってことで2戦目やっていくで。これは LAC の時のマップですね。今回も前回と同じように A 拠点側から攻めてから、B 拠点側攻めて味方と合流して A 拠点側ラインから敵のリス攻撃かな。ですね。 B、C 方面は開けているから、側面撃たれたくない車両が進む場所じゃなさそうですし。どちらかといえばあっちは快速戦車でポジション取って、先制攻撃と偵察って感じがするんだよな。ってことで A 拠点行くまでカット。ってことで A 拠点付近行ったけど味方は B、C 拠点方面に展開してるね。このマップであまりこっち側来るプレイヤー自体が少ないですからね。おかげで拠点制圧は簡単にできそうだからいいじゃないか。拠点の建物の配置的にも、こっち側が有利ではあるから攻めに来ない理由の一つなのかもだね。うむ、やっぱりこっち側には来ませぬな。こっち側も来ないな。とりあえず通りそうなポイントに砲撃支援ペッペしておくかの。砲撃支援サーチして当たれば儲け物だしな。なんか走っているような気がする。え、その辺にいる。かすかなんですが、エンジン音が聞こえるんですよね。ちょっとそこの通り覗いちゃいますかね。今回はミドルマッチだから過信するとやられるで。と言ってもいないみたいですね。多分 B 方面に向かったんじゃないか。 B 方面でドンパチしている音に誘われていった可能性はあるね。おっと、正面に鬼いますよ。どこだし、これはよく見ないと見えないな。あ、そこかよ。銃弾で遠距離の偏差値難しい。てか、網に当たって新幹作動しそうだから機銃で壊さなきゃ。偏差どこに合わせりゃいいんだこれ。距離の幅が広すぎてわかりにくいんじゃ。普段、直線的に飛ぶ弾ばかり使っているからなおさらだな。APFSDS とか APDS がマジで使いやすいと思う今日この頃。初めはまっすぐ飛びすぎて違和感バンバンでしたけどね。距離これぐらいかな。こいつの弾まっすぐ飛んだと思ったらいきなり垂れるんですよね。そうそう、かなり癖がある。よし、ギリギリラインで当たったわ。思った以上にいきなり垂れるな。いきなり重力に引っ張られたかのように落ちますからね。さて、敵を待っているけど来ないな。そろそろ B 方面から流れてきてもいい頃合いなんですけどね。と言っても B 拠点の間に味方車両いるから。なんか敵車両いるわ。D ランク安定の味方がバサッ敵ですな。さて、コンテナの裏にいるみたいだけどどう攻めるかな。もうあれなら挟み撃ちにしちゃいます。一両に対しての戦い方じゃねえぞ。OK、ならわしは左側から行くかの。なら、私は右側から行っちゃいますね。さあどう攻めてくるかな。これじゃ出るに出れないだろ。先手必勝で敵の兵と耐えちゃうよ。そして後ろからコンチには、はい、破壊。あちょ、そこまで被害出てねえ。じゃけん、私が美味しくいただいちゃいますよ。じゃははははお前らやることが鬼すぎんだろ。さあってこのまま B 方面攻めに行こうかな。やべえ、さっき倒した日本戦車が降伏に来とる。あ、マジかよ。とりあえず、空気を壁にして倒すかな。どこにいるんだろ。右側に2両いますぜ。おっと、わざわざ機銃撃って居場所教えてくれたわ。はずし、しゃ、さあ。おい、何やってですか。もう1両はどこだ。あ、そこかよ。影で見にくかったわ。なんて私狙う。側面がバッていたペペシュニキからキルすれば勝てたのにな。フォロワーお帰りください。いてて、後進に軽く被害入ったわ。とりあえず私は修理なう。おい、チラ見してんじゃねえよ。機銃で抜ける装甲なんか、さすが日本戦車だ。装甲が弱すぎるぜ。リロード終わるしゴリ押しちゃお。ねえねえ、抜けない敵が攻め込んでくる気持ちってどんな気持ち。おい、やめて差し上げろ。さて、このまま拠点を取って攻め直すかな。おいペペシュニキ、次は C50 機やがった。急いで旋回。ああ、やめてやめて、側面は弾薬いっぱいでいっちゃうの。これ間に合うかな。間に合わせろよ。理解しかきれなかった悲しみ。ノー、あふん、なぜか知らんが C50 に弾弾かれたんやが。さて、理解も切ったから動けまい。空気を生贄にして C50 を撃破。カタパルトタートルやめい。さて、空2機がサイリスして合流するところだけどどこだ。私はここにいますぞ。ちょうま、邪魔やねん。お前ら何やってんの。車体が軽すぎて押されていくんじゃ。なんか B 方面取られてるから向かってったけど。ペペシュニキ、そっち側に日本戦車いるで。あれは機破壊か。やべ、こっち機が突きやがった。お互い外したな。やべえよ、リロード的にはあっちが優勢だから、ワンチャン抜けられる可能性あるんだよな。こっちに誘導させちゃいます。あ、できればそうしてほしいかな。了解、敵を適当に挑発しておびき寄せちゃいますね。適当に攻撃したらこっち側来てますね。今どのあたりにいるの。左側からこちらに進行中ですね。了解、このまま待ち伏せするかの。もう一回挑発してみますね。ほれほれ、こっち向いてろー。いいアシストだぜ。さて、B 拠点の敵を制圧しに行くか。了解。とりあえず拠点組んでチケット減るのを最初、ケツに敵がいるだと。ぬおー、空撃ヘルプ。拠点組むところだったけど仕方ないですね。ははは、側面からでも貴様の弾なんぞ効かぬわ。がっつりエンジンと砲塔内やられてるけどな。こうなったらワンチャン攻撃支援ペッペ。痛い痛い。
よし、砲塔内復活。ってことで援護に来ましたぜ。三突三欠燃やすのやめてもらえますかね。あかん、次燃やされたらマジで終わる。とりあえず動けなくはさせました。動けなくさせるんじゃなくて攻撃させないようにしてくれませんかね。おい、消火器なくなったぞ。わかっちょるばい。ああ、ここで砲塔旋回遅いのはかなりきっちい。これこれ、機銃の味はいかがゼロ。機銃撃ってないで攻撃しろや。リロードなぁ。あちょ、こっち向かに燃やされたので退散しますね。見捨てられててくさ。ふっふっふっ。もう砲塔回転は終わったのだよ。さあ、三突くん君のターンは終わりません。燃やしたら意味ねえんだよ。そがー。ぬおー、やらせはせん、やらせはせんぞー。と思ったら味方が援護してくれてるな。ありがたみー。さて、その間に修理するのでカット。さて、修理終わっすやー。ペペシュニキ、左側のコンテナから敵が来ますよ。こっちに気がついていないといいんだけどなー。これはかなりヤバいですぞ。側面上側撃たれたらワンパンされちゃうしな。ま、た、敵が来ない。まあ、そりゃ用心してくるだろうよ。と思ったら来たわ。先手必勝。ワンパン気持ちいい。さて、修理終わったしこのまま B 拠点に突っ込んじゃお。さすがに正面から突っ込むのはヤバくないか。だね。邪剣裏取りしちゃうかな。案の定、B 拠点に突っ込んだ味方は蒸発してるな。とりあえず砲撃支援ペッペッサー近いし。いてて、なんじゃらほい。イタリアの初期対空だな。今は邪魔しないでクレメンツ。よし、B 拠点に向かうかの。よし、拠点組み組みしてキャップはさせねえよ。でまた対空砲来てるし、気がつかないで側面から撃たれたら終わりだったな。これこれ、地方で風穴開けちゃるで。外しちゃ、さあ、痛い痛い、やめりくり。と言っても正面なら20ミリでは抜けないだろ。あれ、いきなり攻撃やんだな。どうやら、他の味方が倒してくれたみたいだな。拠点内にも敵はいないみたいだし、このままキャップしちゃいましょうねー。映画側から敵攻めてくると思ったんだけどな。こちら、ペペシペ。こちら空2機、ペペシュ2機の右側に無料敵車両を撃て。了解。空2機は、空で監視してくれてるのか。こっちバレてないといいんだけどな。ペペシュ2機とは逆の方向見ていたので大丈夫だとは思いますよ。はい、3号戦車。よし、砲塔内はお亡くなり案件だぜ。もう一両の味方は全く気がついてないな。むしろどこか行っちゃったっていうね。というか砲手1回行ったら倒されそうだからさっさと倒さねば。と思ったら砲塔こっち向けないで逃げようとしているな。じゃけん、2両目大城から倒しに行っちゃうよん。攻撃音独特なのに気がつかないのはダメだな。もしかしたら待ち伏せする可能性もあるから、気をつけなきゃな。リタイアト的にはまっすぐ進んでいる感じだな。あ、左にいるわ。と思ったら味方にめった打ちにされてるやん。ってことで側面から、こんちゃ、とりあえず拠点制圧までカット。ペペシュニキ、日本戦車がそっち向かってますぜ。了解、やっぱり C 方面から攻めてきたか。おっと、飛び出しセモベンテ。やべ、焦ってそれちゃった。垂直からグローニングの弾幕を食らえ。やっと落ち着いて拠点制圧できる。と言ってもチケット的にはこっちはかなり不利だけど。え、ちょ、後ろだと。これは終わった案件。ほらほら、グローニングで援護しますぜ。ぬおー、砲塔旋回間に合ってー。砲旋回装置は壊したぜ。はてさて、砲塔回転が先か3号戦車が撃つのが先か。絶対間に合わないやつやん。あれ、こいつ撃ってこないぞ。もしかして、砲兵さも壊れてるんじゃね。ははは、愚かな3号戦車よ。この105位、大事なセリフをカットするんじゃねえよ。てかあの距離で弾くのかよ。今さら引いても遅いんだよな。あの、砲塔旋回遅すぎて視聴者さん飽きてるぜ。わかっちょるばい、遅すぎてヒヤヒヤしながら戦ってんだよ。ふぅ。とりあえず修理と拠点制圧するまでカット。よし、拠点制圧終わったしあとは、さあ。さすがに暴れすぎて兵と叩きまくったんじゃねえか。そんなところにまだおったんかい。そしてこの後チケット切れで戦闘終了。ってことで、HVSS シャーマン使ったけど、初期シャーマンよりは快速戦車って感じかな。ただデメリットは砲塔旋回速度と装填速度ですね。上院を無課金マックス状態でも 10.3 秒だから、課金しないでもいい感じだな。そうね、砲塔旋回は諦めて車体を動かす感じかな。車体旋回するときはちょっと前進してからじゃないと鈍速ってのが、注意点ですね。ってことで、今回はここまで、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。高評価、チャンネル登録で、うつ主のやる気が上がりますので、よろしくお願いいたします。では、さよなら。